ということを高めるというためには、キャッシュフローを購入したキャッシュフローに対してどれだけたくさんのキャッシュフローを獲得できるかということなので、キャッシュフローというのを正確に認識しなきゃいけないんです。で、あの金融市場から負債とか株主持ち株、まあ、株式市場の方からあの資金調達する、あの理論だけではなくてそれを実際にツールとして使えるようになってもらいたいということです。ですから、まあ、ファイナンスの方 の, あの科目になりますけれども、あの授業の中で実際にそのエクセルシートを開いてですね、あの教員と学生があの同じそのシートの上で、あの教員の指示に従って、あのいろんな項目を、まあ、計算したり、あのあるいはグラフを作ったりというようなことを、まあ、先生の指示に従って学生さんが一緒にやっていくというようなこともしています。これはとにかくその理論に終わらせずにツールとして使えるようになってもらいたいということの反映です。ファイナンス収支を取られる方は究極的には会社の中での最高財務責任者 CFO チーフファイナンシャルオフィサーですね、そういう CFO にあのなりたいと、そういうことをあの目指すあのような人材を輩出したいと思っています。で、日本の企業 の, あの役員といいますかトップエリートですね、こういう方はだいたい営業で成功してきたとか、あの企画で成功してきたという人が多くてですね、かなりあのある意味イケイケどんどんといいますか、積極的に前に進むと、がむしゃらに進むと、こういうタイプの人が多いと思うんですけれども、あのファイナンス理論の一つの大きな結論は、あの利益が出ているプロジェクトであればそれは会社の成長につながると。しかし利益の率ですね、利益率が十分大きくない場合、その場合は成長しながら企業の価値破壊を起こすと。ですからこれは資本コストということと関係してくるんですけれども、資本コストを上回るあの利益率をのプロジェクトでなければ、成長はするが企業破壊を起こすということなんですね。ですからあのファイナンスに関するあの正確な知識を持って、あの企業価値を高めるためにはどういうものをしなくちゃいけないか、そういうことを会社の中で中心的にあの判断し、あのいろんな実行していくことができるあの CFO ですね、そういう人材をあの輩出していきたいというのがあの私の目指しているところです。